ジャスト回避で。おい、オッケー、おでんさん、バイバイ。よいしょ、オッケー、ここでしょ、オッケー、いいね、ダメージカット無視ゼロ、後ろからの、オッケー、ロジ上がり、オッケー、くれー、ロクショー、オッケー、完璧、よし。おい、もう、ひたまえでさえ、今回はね、麦わらの一味が最強すぎるということで、まあ、この企画を撮っていこうかなと思いました。まあ、これね、実際はもう5回、あ、もう3、4回没動画にしてる、まあ、やつなんですけど、まあ、それをね、またリニューアルして、まあ、ちょっと自分なりに、ちょっと、いろいろやってみましたということでね、まあ、ちょっとこれオープニングが後撮りなんですけど、なんで後撮りにしたかっていうと、ちょっとね、携帯がちょっと熱すぎて、ちょっといた時々カクカクしちゃうんですよ。まあだからその時に PS ちょっと下がるかも、なんかちょっとしょうもないミスとかするかもしんないんで、まあしてたかもしんないけど、まあちょっとそこら辺ね、ちょっと多めに見てください。ちょっと時間とかも空けていろいろ頑張ったんですけど、やっぱちょっとね、携帯がなんか寿命なのか熱くなってきちゃって、ちょっと厳しかったということで、まあちょっとこれでよろしくお願いします。まあね、もうなんか次来るとしたら、まあ、ナミブルックよねと見せかけてジンベイかもしれんからね。まあということでよろしくお願いします。レッツラゴー。何言ってんだ。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。まあ今回こそはね、まあボツにならないんですかね。もう本当にこの企画何回やってるか、もうね、何回もボツにしてるんですけど、まあちょっとね、今回こそはいい動画を撮りたいなって心がけております。皆さんよろしくお願いします。なんかね、いつもね、なんか納得いかなくて結局ボツにするんだけど、まあ今回こそは、まあ僕が無双していこうかなって思います。皆さんよろしくお願いします。とさあ、とりあえず、まあ、裏ちょっとサンジ君を警戒して、多分スカイボールいきたいと思う。さあ、ロジャーさんがいい立ち回りをしている。さあ、ここは、あっと、グリフォンがあっちに飛んでしまった。な、実況してるだけじゃん、これ。これ、味方の実況してるだけやん、今、俺。さあ、まあ、そこら辺はね、まあ、さておき、多分おでんがね、これ突っ込んでくるな、この感じ。さあ、しかし、無駄回避はしないようにと。さあ、ここどうしようか。いや、チャンクスきついよな、やっぱり。今の環境。さあ、ロジャーだったら、まあ、いけなくはない。さあ、俺、フィンって引っかかんないタイプだからね、カムサリ。さあ、オッケー。さあ、ここはオッケーで、さあ、オッケー。そっちに逃げるなら、俺も逃げる。さあ、いいよ。さあ、どうしようか。スキル1。おー、ナイス!いいね。さあ、ここは、俺が握っちゃおうか。俺が握っちゃって、ロジャーの、その、チャージの、あのスキルがあるから、まあ、ちょっとここは援護してもらってと。オッケー。いいよ。全然いいね。あ、全然いけるわ。まだ何にもしないって言ったら、まあ、何にもしないけど。まあ、でもよ。まあ、まずまずな結果じゃない今のところ。オッケー、ロジャーはとりあえずあそこ貯めている。オッケーオッケー。今のところね、相手オッケーだね。で、サンジ君が裏行ってるんで、ここはちょっと俺が生きようかな。サンジ君だったらいける。サンジ君だったらクソ余裕だから。うん、クソほどの余裕だから。さあ、本当に、ここはよろけむくをつければ、あとはスキルだけ警戒。オッケーオッケー。さあ、あとはスキルだけ警戒して、さあ、オッケー、それだけ。そう、それだけを警戒したかった。うわ、ここでブーストか。ちょっと怖いな。ちょっと怖いな。あとは、スカイウォール当たってもいいな、正直。あ、スカイウォークは、オッケー。さあ、ここで、よいしょ、オッケー。さあ、とりあえずオッケーよ。とりあえずオッケー。あと、よろけむこうついてるんで、まあ、ご利用しようね。さあ、ご利用しよう。オッケー、オッケー。さあ、ここでやばいと思っても、まあ、このね、やっぱビームがあるんでね、フランキーさんには。うわ、ロジャーいっぱいいんだ。いや、だけど、そんなね、別に困ることではない。オッケー。さすがに。ああ、どうしようか。これは一旦、さあ、近、あ、メスからの?メスからのよね。さあ、とりあえず、ここよ。さあ、カムサリ多分もう一人溜まってんな。ここ。オッケー!たわい!完璧!そしてここはジャスト会議。失敗。さあ、裏はちょっと任せていいよね。オッケー。でかい!ジャスト回避!でかすぎ、ジャスト回避!それはマジででかい。さあ、裏はちょっと任せていいよね。普通に。オッケー。オッケー、オッケー。今日の俺のジャスト回避がうまいぞと。まあ、言いたいところですけども。オッケー。さあ、相手はもう突っ込むしかないんで、ここはもう、まあ、時間稼ぎでいいっすよ。正直やられなければね。このラストのこのビームもあるんでね。さあ、皆さん見ててくださいよ。これで最後、ワンパンします!オッケー。あと少し!くっそー!でもやっぱ火力エグいな。あれ、出ます?強いね。はい、ということで2戦目、チョッパーということでやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いしますと。まあ、強いて言うならチョッパースキル1がね、吹っ飛ばしだったら強かったね。結局ロジャーに、なんかあれダメージカット、結局ね、火力が若干足りないですよね、僕のチョッパーの場合。さあ、ここはとりあえず、2巡目取りに行こうか。無理だね。さあ、ここは多分そこはちょっとまずくて、ここも多分無敵スキルで突っ込んで、意外と来ない。さあ、これどうしようか。さあ、ってことはすぐ桃源突か?あ、でもゾロが多分桃源突かのタゲにかかっちゃうから今は無駄回避しないと。さあ、ここ今のところいいよ。いい感じよ。で、これは、オッケーオッケー。ナイス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 。ナイスではないけど、まあ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 。俺に食らなかったからナイスってだけだけど。さあ、ここは多分回避して、ここよっしょー!オッケー完璧やん!
ここでしょー。オッケー、いいね、ダメージカット無視。このスキルやっぱ強いよな。このスキルやっぱ、でも吹っ飛ばしだったらなお良かったね、うん、結局ねスキル1チャージがツスにやられる時あるからね、なんだかんだ。まあ俺が下手なのかもしれないけど、まあそこはねちょっと、あ、やばい、カクカクしてきた。で、ね、何回かさっきからカクカクしてて、ちょっとねめっちゃ悔しい結果になってる。ちょっと一旦これは逃げましょう。さすがにそれは。さあここどうしようか。さあ次はあれが待ってるでしょ、そのチャージ。オッケー、おい、よいしょー、からのよいしょー。はい、これでワンパンできないか。終わった。あ、でもよろけ向こうが、あーでもちょっとやばいな、ちょっとこれはやばいな。でこっちからかむされる。あ、うん、無理だね。うん、無理だね。カムサレ2連チャンは無理。まあ、ということで、まあ、裏はサンジ君ということで、よろしくお願いしますと。まあ、サンジ君もね、まあ、そこそこにね、強いかな。まあ、吹っ飛ばしがあるからね。そこはやっぱすごい俺の中で高評価ですよ。吹っ飛ばしあるかないか。めちゃめちゃでかい。今の環境。吹っ飛ばしがあるかないか。すごいでかいからね。さあ、ここは守っていきたいところ。オッケー。オッケーなのか？スカイウォークキック！オッケー。か、これで。オッケー、やっちゃおう。オッケー。さあここは逃げ、あーやばいね、裏がちょっとやばいけど、あーでもここ取っちゃおうか。あ、取れなかった、やべ、やったわ。オッケー、オッケー、はい、オッケー、いいよ、守るか、こっちだな。あーでもちょっと無理だ、おでんはもう握られるわ多分。お、いけるなこれ。オッケー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 、これ多分取れる。ちょっとおでんは無理すぎるんでちょっと諦めますと。オッケー、サンジ君強いよ。あ、間に合え、うわ、これ間に合わないよね、これ間に合わないよね、これマジで間に合わないんすよ本当に。これ本当に強いよね、桃源突火取り際。もうダメージがえぐいからね、マジゲッター強いって。ちょっと待って、おでんどうしようか。いやちょっと待って、ロジャーは後回しだ。とりあえずおでん止めなきゃいけないな。あ、でも止められそうだな。あ、でもちょっと心配だから、あ、ダメさし、あー、しかし、しかしこっちにも当たってしまう。オッケー、完璧、いて、ワンパン、マジでワンパンかよ、ちょっと待ってよ、ワンパンかよ、ちょっと待ってよ、そりゃねえ、そりゃねえよ、届かねえよ、ごめん。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いしますと。ちょっとね携帯が熱すぎてちょっとね保冷剤で冷やしてきた。効果あるかな、ちょっと保冷剤で冷やしてきて。まぁ、ちょっとね、あれこれもしかして2陣目取りそうだな、おでん。うんだよね。まあまあいいでしょ。じゃあ俺が守ってやるか。ここは俺が守ってあげましょう。なんて優しいんだ、なんて優しい人前なんだ。とりあえずこれをやり返していく。さあ当たらずに、まあ、まあ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 最初これで取れたのはでかいんじゃないか。さあ相手ね、ちょっとロジャーが多かったんで、ちょっとゾロのね活躍はちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、ちょっとそこはねとりあえずオッケー、ここでオッケー、吹っ飛ばしてでしょ。オッケーオッケー、全然全然全然食らわんから、どうせすぐ回復するし、いいしいいし、オッケーオッケー、はい、オッケー、はい、やべ、しかった、嘘嘘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 嘘だって、ちょっと待ってよ。オッケー、さあ、おいおいおい、どうして2発目はどうやって避けるかな、ルッチ君。あ、さあここは後ろからどうやって避けるかな、ルッチ君。オッケー、おい、ダブル KO、 あんまりかっこよくなかったけど全然かっこよくね、俺の想像してた、なんか、いや待って、ロジャー多いな、その俺の想像してたちょっとやつちげえな。あの今の KO は1対3全対戦世界で KO する予定だった。まあまあそこら辺はいいとしよう。さあブーストまでちょっと耐えたいね。ちょっとねさすがにロジャーこんなにいるとさすがに厳しいものが出てくる。あー、オッケーオッケー。さあここはとりあえずナイスナイスナイス、多分カムサリ打つでしょ。任せろ、後ろからの、オッケー、ロジ上がり、これタイミングよな、ほんとに。なんかかっこつけてるけど、別にそのいいとこ取りだけどね、今。ただのいいとこ取りですけどね。さあ、逃げれるかな、うちのゾロくんから。こんな、もう、オッケーオッケー。あ、これはシャンクスにあげよう。シャンクスにあげよう。俺優しいからね。どうか水かけて。そっちじゃない、そっちじゃない。オッケー。はい。おい、これ強いよな、ガチで。さあ、ここは、オッケー。任せろ。オッケー、これ回避ないでしょ。オッケーオッケーオッケー。ここ任せていいよ。俺マジでおでん調子いいから。マジ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 。ここ俺に任せてほしい。マジでマジでマジで。めちゃめちゃ俺調子いいから、おでんに対してはね。さあ、さあ、オッケーオッケー。あ、スネークマンいつの間にかやられてしまっている。まあそこはしょうがないね、正直。オッケー。オッケー。オッケー。さあ、うん、全部外してるけど、オッケーオッケーオッケー。ゾロの強さが出たわ。やっぱおでんに対してめっちゃ強いよね。これどうしようかな。ちょっと待って、ゾロ2か。ちょっと1大3000大戦世界をうまく決めれば、ロジャーもワンパンできるんで。さあ、オッケー。さあ多分で、あれでしょ？オッケーオッケー。で、裏からのこのポンド砲、多分気づいてない、絶対。オッケー！ナイス！
スいいね。やっぱゾロ強くないっすか。手震えちゃってるもん俺強すぎて。で多分カムセオッケー、さすがに。さあで あのチャージスキル使わない。ちょっと待って裏が怖いな。あでもいないな。オッケー嘘、あのディフェンダーがいないんで、そこはでもチャージ使った。あナイスナイスナイスタイミングナイスタイミングナイスタイミング。さあ裏からのロジャーも怖い。さっきでカムサリですか。うわーごめんやったわ。うわーやだー。あるなあるな、裏取れなかったらある。あるぞ、あったあった、あと1秒だろ。うーせーはい、ということで4戦目やっていきたいと思います。ちょっとね結構時間空けて、まあ夜アラバスタもあったり、まあ消えてのまあ熱々でまあアイシングっていう関係もあって、まあちょっと時間空けてやってますと、そこはすいませんと。さあどうしようかな、めちゃめちゃあれなんだよな正直言うと。まあ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 、うわーオッケ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 ー、アップね、ここと、オッケー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 、裏大丈夫かな。あルフィならいけるか、ルフィなら多分いけるっぽいな。さあここはジャスト回避入って、はい回避を読んで、よいしょスキル延長、オッケー吹っ飛ばす、カムサリオッケー、いいよここ取っちゃおう、オッケーオッケー。でこれはすぐに、オッケー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 、いいよ、どんどん攻撃して。あそれ多分ね、どうなの、えこれどっちのが早い、どっちのが早く終わる、これ。おおこっちの方が全然長いんだ。あーナイスウソップ、あこっちの方が全然長い。あウソップ取る、どんどんちょうだい、どんどんちょうだい、どんどん、あぶね、あぶね、アウト。さあこれはちょっととりあえず吹っ飛ばしたい。いやー無理か、意外と短いよね遠距離って書いてる割には。さあここら辺で、あやばいやつ来た、オッケーオッケーオッケー、あー気絶マジしょうもないって、マジで気絶しょうもないって本当に、マジできついわ。その回避押すタイミングでさ、ちょうど気絶入るとさ、結局なんか狩られるんよな。うわきマジ気絶しょうもないな、嫌いだわ。オッケーオッケー、完璧完璧だな今の。ということで裏はウソップということでね、今更ながら紹介します。あー無敵、おーオッケーオッケー、気絶入った。さあでかいよ、もうやられてもいいな。うわウソップ見えてたんだけどな、まあいいか。さあこれはやられてもいいな、うん、まあ、よくはないなでもやられてもいいやとか言うとなんか計算通りみたいな思えて、なんか俺の失敗がただ単に失敗に見えないみたいな、そんな感じはある。おい逃がすかよとか言ってね。オッケー、ちょっとガープきつそうだな、ちょっとここ守るか。オッケー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 、ちょっととりあえずねここをね、え全然通常攻撃当たってなくない。あ当たってる通常攻撃、オッケーオッケー、まあでもいい援護にはなったっしょ、多分いい援護にはなった。オッケー、こっからのブースト、いやロビンちゃんで行くかめっちゃ迷うなとか言って、もう出ちゃった。そうどうしようか、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。で裏がちょっとやばいんだが、言うていけるな、オッケーオッケー、言うてみんなが攻めてくれてるから、そのオッケーオッケー、いける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 、オッケーいけ、すごいみんなありがとう、オッケー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 。さああとはやっぱりこのカチカチディフェンダー3人に任せろと。もう攻めなくてもいいんじゃないかな、ガープ多分後部とか狙わなくていいと思うから。あでもやられときたいのかな多分体力的に。あ結構体力あるな、まあまあまあそこら辺はね。あオッケー、これは完璧、相手おでんいない、吹っ飛ばしスキル持ってるキャラ一人もいない。オッケー、さあここオッケー、うん、さあこごめん、うお耐えた、よかった、1残るやつ1残るやつ、バカにオッケー、くれーロークショー、オッケー完璧、よし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 、どうだいどうだい、これがロビンちゃんのそこそこに強いところだいとか言ってね。オッケー、最後にここで嫌がる、オッケーナイス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 、さあオッケー、これは勝ちっすね、ありがとうございます、やっぱいい、ね、はい、ということでラストやっていきたいと思います、皆さんよろしくお願いしますと。ラストはルフィということで締めましょうか。まあね、スネークマンを使いたかったんだけどね、まあ普通に誰だっけ活躍した、ゾロくんが普通に活躍しすぎてしまったんで、まあちょっと申し訳ないと。オッケーオッケー、まあとりあえずということでルフィ君を使う。おお完全に、あまあここならいいな、完全に忘れてたね今、クロコダイルこっち来るか初手、ちょっとそれはね予想外というか。オッケー、よいしょ、オッケーオッケーオッケー、そんなんいいから任せろ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 、オッケーオッケーオッケー、さあいいよいいよ、全然いい全然いい、ここでねもうなんなら倒さない方がいいかもしれんな、なんか倒さない方がよくね、クロコダイルこれ多分だって何にもできないじゃん正直、裏のキャラで変に出られた方が困んね。さあいやこれあえて倒さない戦法ありだな、あえてありだそうですね、どう、オッケーオッケーオッケー、あえて倒さない戦法どう、俺めちゃめちゃありだと思ってきたわ、で飛ばれないようにオッケー、はい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 、オッケー、さあこれ結構ありだな、飛ばれないようにする戦法、倒さなくていい戦法ありだぞ、クロコダイルなら、はいはい、もう倒しちゃおうか倒しちゃおう倒しちゃおう倒しちゃおう、もういいやもういいや、
もうそろそろ倒しちゃおうかっていうね。さあ、相手もクロコダイルもスキル溜まった時に倒すというね。まあ、ちょっと嫌がらせっていうか。いや、結構今のありだ、あり戦法だな。おら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 、その間にね、味方がすごい一網大事にしてくれている。ロー君取って、じゃあロー君取って俺が向こう行くっていう方が良かったかもしれんな。ちょっと俺、行こうとしたんだけど、多分、あ、多分早く行けってことか。早く任せて行けだったってことか。まあ、それはね、ごめんな。それはごめんだわ。それはそっちの作戦だったか。まあ、少し許してちょんまげと。いきなり、オッケー、通常攻撃に合わせていく。さあ、これは今いい状態だぞ。あべ、ちょっと、カチカチモード入ったかも。オッケー、ジャスト回避。おい、オッケー、おでんさん、バイバイ。よいしょ、オッケー。でかい。あ、やばい、終わった。まあ、しょうがない。待って、カクカクしてきた。やばい。それ一番きつい。カクカクが一番きつい。やばい。それは一番きついな。まあ、最後はね、まあ、ルフィで締めるって言ったんですけど、結局、親父ですよ。一応ね、親父も麦わら一味じゃないんですけど、今月出た新キャラといえば、今年出てる新キャラですから、そうやって考えれば、クロコダイルいるな。ちょっと一陣出てるのやってくるぞ。絶対狙ってくるからな。ほら来た。あー、ミホークに任せる。あ、気づいてない説あるな、これ。オッケー、これが白親父の力よ。もうここでもう貯めとこうか。もう最後にさ、こっからさ、ちょっと親父の進化見せていいっすか。ここからまさかの届くのみたいな、ちょっとやってみたいわ。オッケー、行くわ。うわーい、想像通りぐらいの強さだね。まあ、ということで、まあ、ルビーやっぱ強いよね。ありがとうございました。やっぱ守りますって言っちゃう。